情報セキュリティ大学院大学は、神奈川県横浜市神奈川区、鶴谷町2の14のに本部を置く日本の私立大学である。2004年に設置された。大学の略称は、上世代、伊勢区。5つの専門学校と2つの幼稚園などを参加に、持つ学校法人岩崎学園が、日本初の情報セキュリティに特化した独立大学院として、2004年に設置した。 開学時の学長は辻井茂行。副学長は林光一郎。研究課長は田中秀彦。2017年4月現在の学長は後藤厚弘。情報セキュリティが指し示す学問の範囲は幅広く、技術のみならず、法学や倫理学といった人文、社会科学書分野にわたる学際的な教育、研究を行っており、そのために教授陣も、 情報セキュリティ技術の先端的研究者をはじめとし、トップマネジメント経験者、IT 系企業のエンジニア、法律の専門からで構成し、産学の連携を強く推進できる体制を整えている。大学院付属機関、研究と実務融合による高度情報セキュリティ人材育成プログラムは、情報セキュリティ大学院大学、中央大学、東京大学、2位。 ニックドほか、企業、研究機関11社の産学連携による研究と実務を融合した人材育成プログラムである。本プログラムは、文部科学省の平成19年度先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラムに採択され、平成20年度より開設した。主として、大学院修士課程の学生を対象としており、入学生から、 参加学生を選抜し、特に設計された教育、研究活動を通して優れた人材を育成することを目的としている。文部科学省の平成24年度、情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク事業に採択されたインピットは、クラウドコンピューティング、セキュリティ、組み込みシステム、ビジネスアプリケーションの4分野を対象とし、それぞれの分野に、 専門領域を有する全国の15大学院の教員や企業の技術者を結集したプログラムで2013年より本格スタートした。セキュリティ分野は5つの連携大学が協力して開講する実践セキュリティ人材の育成コースにより幅広い産業分野において求められているセキュリティ実践力のある IT 人材の育成を目指す。暗号、システム、 ネットワーク、監査、マネジメントまでの幅広い演習プログラムと最新の実習環境、そして実社会が取り組むインシデント分析やセキュリティ実装の演習も行い、情報セキュリティへの脅威や攻撃への対処技術を実践的に体験習得する。ありがとうございます。